サンセバスティアン国際映画祭は、スペインバスク州ギプスコア県サンセバスティアンで、毎年9月に開催される映画祭。1952年、スペイン語映画を称えることを意図して、映画祭が創設された。1955年には、他言語の映画も選考に参加する資格を得て、この時からカラー映画専門の映画祭となった。 1957年には国際映画制作者連盟公認の国際映画祭となり、監督賞などが授与されなかった1980年から1984年を除き、継続して A カテゴリーに認定されている。クルサール国際会議場、公会堂を主会場とし、ビクトリア・エウヘニア劇場、ベロドロームでアノエタなどで開催される。映画祭に参加する俳優や監督は、 マリア・クリスティーナ・ホテルなどに滞在することで知られる。最優秀映画賞は、コンチャデオロとして、ドノスティア賞がある。新人監督部門、オリソンテス・ラティーノ部門など、各部門ごとに選出される賞には、以下がある。この他にも様々な賞が授与されている。ありがとうございます。